やっほー、ありがとうございます、来てくれて。よしゾンビさんかわいい、ありがとう、嬉しい。あわおさんありがとうです。こんばんは、明日は僕の太陽公演ですね。あ、お話し会も再販です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 、再販ですです。テロップ、もうこれテロップ入れるのちょっとなんかさ、音声入力とかできんかな、ちょっと音声入力とか可能、え、できるんじゃない、マイクをオンにし普通にさ音声入力しようとしたらさ、アプリ閉じてめっちゃ焦ったんやけど、音声入力できなかった、なんかアプリ落ちたんだけど、すいません、音声入力ちょっとめんどくさいことやったらもっとめんどくさくなっちゃった。ちょっと待って、先言ってよ、お話し会僕対公園、ま、てます。 OK できた。今日もレッスンでした。ありがとう、可愛いって言ってくれて。本当に思っている？ねえ、徳島行けるかも。そうなの？嬉しい。徳島前座なんよね。本当に言っているの？嬉しい。前座まださ出たことないけさ、ちょっとどんな感じなんか分からんけど楽しみだね。それは未来一ユニバースさん、かわいい、ありがとう。マクさん食べてありがとう。浜谷55さんアイスありがとう。ユニバースさんかわいい。花火さんありがとう。ロキチさん食べてありがとう。ヒロさんかわいい、ありがとう。ドッキさんありがとう。明日来てくださる方、ユーナンのペンライト薄ピンクと白と、うちわとかタオルは準備しましたか？スケブとか明日楽しみで、夜しか寝れんわ。夜は寝てください。明日も大戦よろしくです。よろしくな、よろしくな。シンポジ、誰がシンポジで誰がシンポジじゃなくて、すごいもうごちゃごちゃになってるからね。まだ明日当日券もございますので、お近くの方とかぜひ来てくれたら嬉しい。カウントダウン TV だったの、カウントダウン TV さん、明日行きます、楽しみ。嬉しい。
前も来てくれてありがとう。ツアーでも会えたし。コピーか、なるほどね。誕生日、ああ誕生日よね、イエーイ。最前どの辺なんだろう、下手上手。私のポジションは真ん中か下手か上手かの3つで分かれると結構固まっているかもしれませんね。そこに今日もゆなんかわいい、本当に思ってる、あこれ口癖なんよ、本当に思ってるっていうの口癖だからよろしく。今日ちゃんと美術、本当に本当に思ってる本当に思ってる、メイクしてないんだよもうね、落とすのがねめんどくさいから。おまつげ、もうちょっとあのメイクしてる時に可愛いって言って。前座ね、ステージのさ、どんちょうの前にでやるから、将来センターになれるかな。フロントメンバー目指したいですね、目標。最近ゆうなちゃんたくさん会えて嬉しんご、嬉しんご、私も嬉しんご。苦笑いじゃないですよこれは。こっそりゆうなのスケブ作るか、はい、ぜひユニットの時とかあのバレないと思うんで、こっそりじゃなくて堂々とユーナのスケブは持ってきてください。リンゴさん、マシュマロありがとう。ヒロさん、ワールさん、アイスありがとう。グーアットお日様さん、結婚して、結婚は無理なんです、すいません、結婚できないんです、理由があって、ごめんなさい苦笑いじゃないよ、売れすぎ、売れすぎ苦笑い。今日はチキ会でしたね、チキサイン会で結構皆さんと遭遇したんですけど、黙って見てました。私はまあ誰とは言いませんが、嬉しい。すっぴんは可愛いって言ってくれるのは好感度アップですよ皆さん ど真ん中、結構めちゃくちゃいい位置じゃないですか。それはもう明日のユーナのポジション気になりますね。それはでも明日はね、レスとかたくさんしたいんだけども、それよりもう次どこに行くか、次はどこを歌うか、次の振りはみたいな感じのことになっちゃいそうなので頑張りますね。レスする余裕がもう今日たくさん練習して作れたらいいなって思うけど、屋台に行ける日できて嬉しい、ありがとう、嬉しい。見つけやすいようにあのユナン推しみたいな感じなのがあったらめっちゃ見つけやすいかも、嬉しい、ありがとう。前座も楽しみ、ツアーも楽しみなんですよね。まだツアー前座出たことないから、あと3回残ってる、全部6月ですね。広島遠征はめったにできないけど、いずれユーナの公演は見に行きたい。見に来てよ。もっとパフォーマンスのレベルがアップしてるかな、その頃には。相変わらず可愛いね、ありがとう。ね、チキ会楽しみ。もう終わった3期もいるからね。こんばんは、やすのりんさん、かわいい、ありがとう。ど真ん中の一つ気味、おー、私はでも結構固まった位置にいるかも、今回のシンポジは。初めてなんだよね。僕の太陽公演を何回かやらせていただいてるけど、そのシンポジ
もう本当に初めてやるからちょっと心臓がドキドキですわ、心臓がドキドキですわな。たけしさん可愛い、ありがとう。これインキャピースっていうの、ユナはメイクあんまりせんけどでも可愛いけど、メイクしたら超絶美人も好き。なんかメイクしたらねちょっと顔つき変わるよね、ちょっとなんかちょっとこんな感じになる。そうなの、池田動物園でペンギンの赤ちゃん生まれたらしい。池田動物園と、あの岡山県の池田動物園、そうなの。楽しみだね明日。みんなユナのうちわとかタオルとかペンライト持ってきてね、コールもねよろしくね。ありがとう、かわいいって言ってくれて。 TM さんありがとう。ユナしか買ってないから安心、安心安全。安部さん結婚してありがとう、無理。明日は誕生日おめでとう、おめでとうございます。今年もチキン苦いかいて、オッケー。スタッフさんに巻いて巻いてって言われなかったらいいよ。書きたいけど、書け、書き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 するね。アイコンだもんね、 X のチキカヒヤヒヤでした。それはもう、それは自分が悪いですよ。みんながあのいろんないろんなメンバーに浮気してるから。ユダンこんばんは、シュータンさんありがとう。ユナ僕隊で見つけてくれたの、ユナのこと。いつだは生で声見た、ずっとねそうやって画面越しで見てくれ てたらね、あの生で見た時すごいなんかなんか感じるものがありそう。一回ね来てくれたら嬉しい。僕の太陽公園とかは日にちも日にちで平日の夕方とかだから遠い方は絶対来にくいなとは思うんだけど、明日も近、明日もだって帰れないもんね、終わってからとか仕事とか次の日仕事とか平日だから。それ今日ヒータンと話したんよね、だって近くじゃないとさ厳しいよねって。私の親とかでも岡山で広島近い方だけど厳しいからさ。あ、嬉しい。今回見に行けないけど見に行けたら密かに応援します。嬉しい。あの、あ、お話し会今受付中です。ちょっとお話し会で個人的に会いに来てくれるっていうのはどう。お話し会で挨拶しに来るっていうのはどう。こんばんは。あ、 T シャツ、お母さんとお父さんとおじいちゃんとおばあちゃん、結構家族がなんだ、広島ツアーの広島公演見に来てたんですよ。ユーナのファンの方見つけたって言ってた、目の前歩いてるって言ってた。嬉しい、ライブのユーナは特に輝いています。嬉しい、ゆらやすみさんバラありがとう。そうなんだ、ペンギンの赤ちゃん嬉しい。ユナ配信あれば明日は頑張れるわ。お話し会おすすめですよユナのって、ユナのお話し会は本当におすすめですよって言ってくれてる、おすすめだよ。再販中、今日の6時から再販ですね、再販中。たくさんお話しようね。あ、明日の僕隊2列目、おお、みんな近い、嬉しい。悠久ありがとう、来てくれて嬉すぎるな。明日は薄ピンクと白いペンライト多いと嬉しい。
こんばんは。あ、そうなんだ。明日もユーニアも出るしね。やば、一公演で全推し揃うようになったから、そろそろ行かなきゃと思ってる。確かに。わかるよ。言葉遣い合ってるか分からんけど、コスパがいいよね。それなんか推し面がさ、かぶってくれてるとなんか満足感がすごいですよな。もう3人とか推し面いるとして、8人公演でその3人推し面が出たら、マジで自分得でしかない。しおたんさん、ありがとう。赤いたぬきさん、かわいい、ありがとう。そうよ、僕たいね、平日だからね、土日にやりたいなとはちょっと話してるけど難しいみたい。アイスいいな。そう、お話し会っていうか内緒、はい、内緒にしておくのでぜひ来てください。一回でも会いに来てくれたらめっちゃ嬉しい。今再販中だからお待ちしてます。そう、髪長くて可愛い。え、珍しい。髪なんか髪が長くて可愛いって言ってくれた、ありがとう。髪は結構長いですね。ちょっと切らなきゃ。また、いや切らなくていいんだけど、ショールームって髪の毛長く見えるんよね。長いんです。ヘアレンジができるからもう少しこのままでもいいけど。亀子さんのお写真見ました、ありがとうございます。7周年ツアーの、明日のためにもうお風呂入ったの。私はまだ入っていないからずるいですね。お風呂はほんまに結構時間かかるから、お風呂入るのはいいんだけど、入った後がちょっとめんどくさい。そうそう、グッジョブさんのキッコさん、結婚してありがとう、無理、ありがとう、無理なんです。こんばんは。そうそう、センターと両端に推しが3人並んだりするとね。確かに、もういっぱい、もうすぐそこ見たら分かるからね。こんばんは。ほぼほぼ全部クアトロ僕タイム見に行ってるけど、明日は珍しくタイミングが合わない。そうなんだ。なんか頑張ってください、他の案件を、お仕事かな、頑張ってください。ゆな、えのおしめゆなだけやで、ほんまに言っとる、嘘だろ。そう、ゆなのお話がプライバシーへの配慮が完璧ですので、おすすめですよ。フォロー嬉しい、ありがとう。あ、ゆなこんばんは、明日僕と行くね、嬉しい、ありがとう。当日券もあるから、近い人ぜひ、近い方、ヘラさんありがとう。にばかりさんとお話し会、見ぐり、うらやましい、いいな。何話したんだろう。しろたんさんありがとう。なんか言おうとしたけど忘れちゃった。ちょっとペンライト持ってこよう、自分のさ、薄ピンクと白色でも STU のペンライトじゃないんだよね。ちょっと薄ピンクと気持ちでちょっと飲み物を、ペンライトを光らしてみようかな。
タケポンさんアイスありがとう、リンゴさんありがとう、あ、ほらありがとうございます。アバター配布中だから皆さんゲットしてください。白熊ちゃんの可愛いアバターと、あの制服の可愛い女の子のアバターが、石原優奈のアバターがゲットできるから、ぜひフォローしてくださいね。カープ。ガッツさんありがとう。そうなんよね、薄ピンク難しいよね。そうだから今からちょっとやってみる。これはノイミーさんのペンライトとイコラブさんのペンライトですね。たけしさんありがとう。薄ピンクどの色で、え、よね、そうだからさ。これ配信、え、これ電池切れ、電池切れチャンネル、あ電池切れじゃなかった、これ配信であんまり分からんけど、こんばんは、うん、うちは分かる、ありがとう、うちは嬉しすぎるんだよね、うちは。あ、仕事終わりにクワトロに直行します、近いのかな。大地さんありがとう、ペンライト、え、すごい、ペンライトカラーすごい、全員ちゃんと覚えて、えー、すごすぎる。ハヤトさん、マックさんありがとう、マックさんペンライトありがとう、僕タイ見るの、えー、久しぶりなの、ありがとう、来てくれて、ちょっと嬉しい、ちゃんとちょっと不安だけどね、明日は結構不安がでかい。これほらショールームじゃちゃんと映らない、これ光ってるのに、ちょっと、あ、かわいいこの色合い、ちょっとちゃんと写ってよ、なんかないの、これこれペンポーチとか、なんか白く飛んじゃうんだよね、どうやったらいいの、どうやったらいいの、これもう最悪、もう本当に最悪、もう全部落ちた、まあだけどもう分からなかったら、あのピンクと白もメンバーでいないから、ピンクと白で全然大丈夫、え、そうなの、岡山の駄菓子屋さん昨日の珍百景でやった、そうなんだ、何これ、見たかった、そうなんだねそういちごがさめちゃくちゃさ、なんとかチャンネルみたいな使うからさ映っちゃった、な特に なんて言ってるっけ、今日はゆなんち行っちゃおうかなチャンネルみたいな、ゆなんち集合チャンネルとか言って、今日は夜ご飯チャンネルとか、なんかちょっと本当によくわからない安部さんペライトありがとう、安部さんありがとう、ペライト、あ、ゆなの可愛さでまぶしすぎて見えない、あ、そうかもしれないね、ペンライトはあんま映らんのよね、ショールーム薄ピンク、あ、でもこれめっちゃ薄ピンク、これマジ薄ピンク、ちょっと待って、ほんまに映したいけど、これめっちゃ薄ピンクなんやけど、あ、これなんとですね、これペンライト、ユナの手首の細さ、太さが分かりますね、これ照らしてみると、そういうことではなくて、あ、黒を背景にしたら結構見えるけど、赤に見えるけど、これめっちゃ薄ピンク、これはピンク、これは白、ちょっとショールームであのペンライトの話するのちょっとやめます、分かりづらいので、ちょっとえ、嬉しい、22日の幕張、仕事のなくなりそうでお話がいけるかも、おすすめある、もう嬉しすぎるんだけど、22日おすすめある、
おすすめ何時間目とかってことかな。何時間目もどういうこと。おすすめとは何のおすすめだろう。いつでも嬉しい。いつでも一番自分の都合がいい時で会いに来てくれるのが一番、そう余裕を持ってお話とかできるから、それが一番いいかな。そう、お手まんじゅうからです。そうなんですよ。ちゃんぽんさんありがとう。白飛びチャンネル、そう白飛びチャンネルだった今。部屋の電気を消す以外に思いつかない。ちょっと部屋の電気消したら結構放送事故になりそうなのでやめます。ユーナンのペンライトの色は、じゃあそのポスト見た。そのポスト見ましたよ。まさやさんありがとう。しょんちゃん食べてありがとう。あ、そうなんだ、 TVer で見れるんだ。あ、今日は家で焼肉しました。いいですね。ユーナちゃん焼肉好きなの。焼肉焼いてください。めちゃくちゃ薄くて柔らかいお肉でお願いします。それなら好きですね。それの焼肉なら好きです。じゃあ全部、嬉しい、楽しみすぎるんだけど。こんばんは、今はお話が受付中ですのでお待ちしてます。全部オンラインと直接も。スペーベとかで私物サイン会とかあったらペンライトをユーナンに持っていく。私物サイン会とかってあったん過去に。嬉しい。マカリンタオルだろ、あの伏せ字になってるけど。6月30日おめでとうございます。木体ね、6月木体あるかな、どうだろう。あ、そうよ、ユーナンね、木体が、木体じゃないわ。ユーナンお話し会、ちょっと待って、リップ濃いかった。ちょっと濃いですね、リップが。リップ濃い、あ、そうでもない、そうでもないですか。ちょっと濃いかも。うん、OK です。ユーナ2時間目から1時間目になったよね、お話し会。なんで焼肉なら何が好き。柔らかくて薄いくて、あんまり噛まなくていいお肉が好き。牛肉。サムギョプサルは食べたことないな。ねっ、リンゴさんと焼肉行く約束してるんですけど、1年ぐらい前に、まだ叶ってないですね。はやとさんありがとう。ちょっとさ、いつもポスト見てるよ、ありがとう。職場でね、飾ってくれてるの嬉しい。アクスタとか、嬉しい。6月22日は朝間に合いそうにないので、全泊幕張で撮った。ありがとう。私の時間がすごい早いから、ありがとうございます。もっとね、もっと来世じゃないわ、次枠が増えて、次回とか枠が増えて、もっとみんなが会いに来れそうな時間帯とかが増えたらいいなって思う。だから今回みんなたくさん来てほしいなって思いますね。そしてみんながたくさん来てくれて、部数が増えて、また来やすい時間にみんなが来れて、なんていうのこれ、悪循環の反対悪循環の反対になりますね。牛タンとかは歯ごたえありありだけど苦手なの。歯ごたえありありなのはちょっといい、顎疲れるから
薄いのがいい。え、重声のスペイビなんだ。日研究生不死物サイン会すごすぎる。あったんだね。 STU メールの写真、カステニスユーナさんのスマホ、スマホ壁紙したんですが、いいですか。いいだと、いいと思います。嬉しい。何の 写真だろう。メールの、ねえ、僕たちありがとう、来てくれて嬉しい。ギリギリでも嬉しい。こんばんは。確かに言うてもさ、一番さ、一番最初にあるお話か、今幕張メッセ6月22日かな、もう1ヶ月しかないじゃん。あーやばいので、一番じゃあそこがおすすめです。とりあえず今はそこでみんなが会いに、たくさん会いに来てくれたら嬉しい。うん、嬉しい。再販で6月22日に少し追加しました。嬉しい。あっというなん、かわいいよってなってるし、嬉しすぎ。楽しみですな。もうあの、皆さん後悔しないように、追加は早めに、ぜひぜひ。あ、みんな前泊だね。前泊か。ホルモンも食べたことないかも。カメコ写真嬉しいです。カメコさんのお写真たくさん保存してる。始業式、開会式じゃない？始業式かな、開会式だった気がする、わかんない。ゆいちくんかわいい、ありがとう。待って、私物サイン会確かに 何持っていっ、限界がなさそうだから、確かに私だったら何持っていくかな。もし推しメンと私物サイン会できますってなったら何持っていくだろう。うん、もし自分がサインしてもらえる立場だったら、でもスマホのケースとかしかあんまり思い浮かばない。何があるだろう、グッズとか。でもグッズだったら特別感ないもんね、私物サイン会だからさ。ゆうなん、こんばんは。え、嬉しい。22日の話が一番最初、密かに会ってます。え、もう申し込みしてくれたってこと、嬉しい。そう、ツーショット会もある。新制服、やっとみんなにお披露目できた新制服、3期のやつ、あれ可愛いでしょ、水色とストライプのリボンのやつ、あれめちゃくちゃ好き。岡山は全然髪変わりないの。え、待って、私間違えた情報出したら分からんから、ちょっとやめとく。多分 OK な気がするけど。こんばんは。確かに俺ならその子とのツーショットの写真を大きく印刷して持っていく。めちゃくちゃいい、それはセンスがいいですね。ね、始業式開会式何するんだろう。ヤンピーさん、カンさん、ありがとう。車持ってくるのやばすぎる。部屋まで持って入らなそう。車のシートとかかな。あ、客さんありがとう。姉さん黒髪にしたらしい。え、そうなんですか。確かに、さっき今ショールームの通知が来ましたので、ちょっと一回入ってみよう。本当だ。え、本当だ。確かに前より暗め。かわいい千穂さん。千穂さんとこうやってやった。千穂さん隣で嬉しかった。ツアーの
挨拶の時車の椅子持ち込んだ人ある。ちょっと待って、すごすぎる、すごすぎる。あ、伏せ字だ。なんだなんだなんだろう、伏せ字だ。みんなめっちゃ車をさ、車にサインしてもらいたがってるやん。なんで車なの？一緒にどこでも行けるから、一緒にドライブみたいな感じ。新制服のツーショットのおすすめポーズ、リボンをこうやってます。ね、分からん。まだ岡山の台本はまだ分からないですね。確かに彼女とかともし車乗るんだったら、何このサインってなるよね。あぶねー、コメントブロックするとこだった。ショールームはすぐコメントがブロックできる、できちゃうから、2回ピピって押っちゃったらブロックするとこだった。してないですよ、全然してないですよ。皆さん今日からチキサイン始まったけど、メンバーの見た、ちょっとだけ見てた。ちょっと入ったりして、なんかめちゃくちゃショールームの通知来るって思ったらさ、チキ会だった。え、なんでなんでって思ってたら、チキ会なこと忘れてた。あ、マカーリーお花申し込み検討中なる。もうこれはもう今決断しましょう、申し込みましょう。それは絶対もう検討中なら、迷ったら申し込みましょう。マカーリーメッセ、もう今絶賛受付中だから、今早めに行動しましょう。あのもう絶対後悔させないですね、私は。みんな来てくれて、来てくださったら、婚姻届を持ち込んでサイン、やばすぎ。絶対そういうのはダメですみたいな、あのないなかったんかな。優しい、みんな前座の台本って決まってるの？自分たちでアレンジは？わからん、なんか台本が決まっている決まってない問題って、なんかわからん、決まってる決まってる。ちょっとぼかしとこう、なんかどっちか言っていいかわかんない。決まってないんですね。ありがとう、七並べやってくれてるの。七並べって言って、今ちょっと一回開いてみようかな。もうやるって言ってないよ、みんなまだやるって言ってないからね。ちょっと一回開いてみる。マクフライさん、アイスありがとう。え、これさ、七並べさ、これ最初のさ、この画面あるじゃん、これさ変わった、なんかこれのさ、回り方、私最初にななんか顔出てきてた気がするんだけどさ、これ開いたらさ、ほらこれ最初のさ、あれ充電がなくなっちゃった。これ最初のこのパッて出る、流れる順番、メンバー変わった気が したのは私だけ。マクーライさんありがとう。24フレットさん結婚して無理、ありがとう、無理ありがとう。いいね、でも結婚と婚姻届をさ、私物サイン会で持ってくるってすっごい頭いいよね、すごすぎる。もう本当に結婚したかったんだろうね、すごいな。こんばんは、変わってないかな。メンバー変わった。え、なんか私いつもシネララベ開いたらさ、あ、いつも私いる一番、何パッて開いた瞬間自分の顔見てた気がするんだけど、最
なんか見てなくてあれあれってなってて、なんか変わった気がした。卒業メンバーさんの関係とかかな、分からんけど。あ、変わっとるんや、やっぱ。まえちゃんありがとう。タイピンさん結婚してありがとう。無理ありがとう。あのタワーのお礼とかちょっと待っててください。ありがとうね、たくさん。こんばんは、まいかちゃんの、あ、伏せ字なんだろう。佐々木まいかさんのアクスタオル、伏せ字ってことはタオル、アクスタですか、何ですか、生写真かな。たくさんあります。そこにもうちわが飾っております。アクスタと生写真とたくさん飾ってられます。嬉しい、話し会追加で申し込みます。ありがとう、たくさん話しようね。ありがとう。そうなんだ。今日はじゃあ40あと15分ぐらいで終わりたいと思います。今日はね、私の目標、早く寝る早く寝るっていう目標がありますね。昨日ね、僕隊公演シンポジだからさ、今日も たくさんレッスンあって、たくさんレッスンあって、いや、たくさんってたくさんレッスンがないんですよ、僕隊公演だから。自分でお家でやっていかない、覚えていかないと結構やばくて、昨日練習してたらなんかさあ寝ようって思って電気したらなんか明るくて、なんかカラス鳴いてて夜が明けてましたね。そう、なんか待って、明るって思って外見たら夜が明けてました。カラスが鳴いてました。しょんちゃんありがとう。でもね、なんか集中力切れちゃったらさ、めちゃくちゃスマホいじっちゃうからさ、その本当にスマホいじってて、もう30分とか、もう30分とかはもう一瞬で過ぎちゃうから、ちょっと本当にそういう時間はもったいないですよって思いながらやってましたね。ね、だ、そうそう、今の時期日の出が早いんかな、もうなんかもう夏を感じた。話し会緊張してうまく話せないかも。あ、うまく話せなかったら、じゃあ私がマシンガントークしとくので大丈夫ですよ。あ、私もマイカちゃん推しです。直筆当たるの、え、ほんまに。そう、なんかさ、生写真私も結構10パックとかまとめて買ったりするんですけど、 とりあえず裏面見て、裏面見て、あのあるじゃないですか、直筆だったら裏に模様があるじゃないですか、もうそれが出た瞬間発狂ですね。それを最後に見るっていう。直筆本当嬉しいよね、わかる一番近くにある、これはでもノイミーさんだけど、これもしまわなきゃいけない、飾ってある、ずっとさややんさんのやつですね。佐々木まいかさんのグッズはアクスタとミニフォトカードめっちゃ集めてる。わいも早く寝れます。チャンネル、もうチャンネル登録よろしくお願いします。ショールームのチャンネル登録お願いします。 X のチャンネル登録もぜひ。コーヒーさんありがとう。カメリア K さんお疲れ、ありがとう。明日頑張ってね、ありがとう、嬉しい、頑張る。その言葉が嬉しいんだ、ゆうなおは。おつあっとんぴさんありがとう。カメリア K さんファイトありがとう。しょんちゃんありがとう。
席会、夢で言うのが出てきた。どんな夢だろう。22日お話し会通所中通所都会、どちら申し込み済みですが追加しても大丈夫ですか。もうあのもうぜひもうもう丸ですね。うれしすぎて覗けばゆうなんが見えてきたみたいな感じになってます。そんなに言ってるか分からないですけど嬉しい。たくさんもっと話せるってことでしょう。もうそんなんもう嬉しすぎますね。今ぜひ軽く依存スマホ。でも私さスマホ依存はしない気がするよね。なんかスマホめっちゃ家に忘れたりめちゃくちゃどっかにどっかいらっしゃったりするからなんかスマホ結構なくなるんでちょっとそれ理由になってるかわからないんですけど。そう裏面でね確かめるんですよ。この裏面が出たらほんまに嬉しい。これは谷崎沙耶さんです。でも向こうに全部しまってあるんだよね。嬉しい。こうやってあのイコラブさんとかのファンの方がコメントしてくださって私の X もぜひチェックしてみてください。サイヤンさんとお写真撮ることが撮らせていただくことができて X に載せてますので、クニさん結婚してありがとう無理。山口も言ってたんですね。ツアーノイミさんは飛田七菜さんが好きですね。皆さん大好きですけど推し面は富田七菜さんですね。10パックはガチで、だって10パックなんか中途半端にね5パック買ったりしても直筆出るときは出るんだけど、やっぱ10パック買った方が、私の神引きエピソードがあって10パック買ったらハニカミショートだったんですけど、ノイミーさんの生写真10パック買った時に直筆が3枚出ましたね。しかも富田七菜さんの直筆とよりだったかな、それと鈴木ひとみさんのサインが2枚出て、しかもコメント入りで完璧エピソードすぎです。はい、あちらにしまってるんですけど、だからそれから10パック買うようにしてる。こんばんは、あつあつのさんありがとう。そう、いちごがなんとかチャンネルめっちゃ言うからね。ゆうなんと遊園地に行く夢を見て、待ってな、楽しそうすぎる。それはまだ夢にゆうなん出てきません。なんでだろうね、なんでなんだろう。1年も経ってるのにね、枕の下とかにゆうなの生写真とか入れてみたらどう。なんか言うよね、枕の下になんか絵本なんか入れたら出てくるみたいな。本当とかどうか分かんないけど。カメリアケイさんファイトありがとう。ゆうなんリアチみたいなあざといキャラじゃないですね。そうスマホね寝る前にめっちゃ見ちゃうから光が強くて寝れないとかあるけど、私結構寝れちゃうんですね。いや寝れないですね。それでもカメリアケイさんありがとう。アイス高輪さんありがとう。こんばんは、あ嬉しいフォローしてくれて。もうファンクラブのランダム誰か言うなんでだよ。運命ですね。それはもう運命です。嬉しい。いつも公園でペンライト振ってくれてありがとう。 X 見てね。わかったわかった。いつも X 見てるよ。
コメント追いついてからにしようかな。サーヤンさんとマイキューさんに挟まれるのほんまに裏山。残念、サーヤンさん、チホさんなんですね。サーヤンさんとチホさんなんです。ゆういちさんお疲れありがとう。ゆうなんも各グループに最低一人を推しめる、いますね、結構推しめんいますね。ビンゴ目の前だったらグーチョキパーで振りコピするよ。ビンゴビンゴビンゴはどの辺だっけ。ちょっと X 見よう、 X を見てください。え、なんかあれ、あ、カメコさん嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、リアチュータの写真が載ってる。配信中にエゴサチャンネル、自分は一押しと思ってない。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、自分のちょっとあのどういうこと？ユナなんてアーシャのより実物の方が可愛いの、なぜなぜ？え、STU みんなアーシャより実物の方が可愛いと思う。ユナちゃんあざといキャラじゃないんですよね、すいません。たまにはねいいと思うけど。リサコが、清水リサコちゃんが夢に出てきた。どういう夢なの、夢ってすごいね。私さ、この前なんか昨日かな、一昨日ぐらいにめっちゃ夢を見たんよ。もう本当に何の夢だったか忘れたけど、なんかめちゃくちゃなんかもう一気に10個ぐらい夢を見て、なんかもうなんか起きた瞬間にもう疲れたって感じで、なんかいろんな場面のを見すぎて夢でね、なんかもう起きてなんでこんなに夢って何みたいな、なんかもうずっと一人で考えてた。夢ってなんだろう、なんで夢を見るんだろうみたいなことをずっと考えてて、そしたら10分ぐらい経ってた、朝起きた瞬間。夢ってなんで見るんだろうね。ちょっとひーたんがさ、この前夢見たって言って、その夢がそうすごい面白かった。すごい夢見てた、ひーたんお疲れてるんだよ。ひのこのこパパさんかわいい、ありがとう。夢の中のゆなんあざとかった？あざといゆなん？いつかあざとくなろうと思います。でもなんかあれよね、なんかパフォーマンスとかめちゃくちゃすごいかっこいいけど、めちゃくちゃあざといキャラみたいな、あざとい、例えばイコラブさんとか野口よりさんとか、ノイミンさんだったら富田の中さんとか、あざとかったらうってなりますね。いつもあざとくない感じのアイドルがあざとくしてたらうってなる。私はギャップ萌え、ゆなちゃん推してるのに私がゆな一押してる、え、思ってない、え、一押しなの、一押しなの。ちょっと待ってほんまに、それなら嬉しすぎてじゃあこういうことに。え、何？カナオの夢の話聞いてない、なんだ。ありがとうございます、来てくれて。仕事お疲れ様です。あ、もう45分来てた、
来てないか。45分だ。お話し会であざとい優奈を見たい。あ、お話し会。じゃあお話し会であざとくしてくださいって言ったらちょっと考えようかな。確かにお話し会ならではかもね。お話し会でしか見れないっていうのもあるかもしれない。受付中、再販、再販受付中です。おわ、明日検診です。今優奈さんの配信を見てるので血圧高くなりそうです。大丈夫です。もう配信終わるのでその間に血圧を収めてください。何ちょっとお前面白い。そんなこんなわけでじゃあメラメラ、オタク側もあざとくなりましょうか。あ、確かに。ちょっと私があざとくないからみんながあざとくなってくれるってことは、ちょっとそれはじゃあ私があざとくなるから大丈夫です。ありがとうありがとうございます。ゆなちゃんこそギャップ萌えの神なんだけど、どういうギャップだろうか。いい意味でギャップ。あと5分だけ伸ばさない。伸びますね。ポニーテールリボンキュルン、これが好きなんでしょう。僕体公演さ、衣装がすごいガバって開いてるのが多いから、まとめ髪とかしたらすごいオープンになっちゃうんだよね。でもみんなはそのオープンが好きなのかな。チェキであざといな、誰。え、確かにチェキあざとくしたいね。チェキよね。チェキから私は24ですね。お話し会は何でもお願いしていいですか。なんかそう大丈夫なんですけど、ツーショット会で変顔してって言って変顔しましたね。ツーショット会でもうこれどこにもあげないから変顔してって そう言ってくれるファンの方がいて、そういうのもありですね。ありだと思います。それ変顔、ゆうなの変顔が見たくてどこにもどっこにも載せないって約束するなら、マジで全力で変顔しますね。それで出す人がいたらもう特定できるから、私は。それでちょっとツーショットとか全力ぶりっことかで来てくれる方もいらっしゃいますね。ツーショットとかお話し会とかだったら写真とかに収まらないから全力でするけど。こんばんは。オープンが好き。広島、そう広島めっちゃ楽しかったんですよ。ツアーですか。楽しかったです。めっちゃとても見やすいところで踊らせていただけて嬉しかった。山台とか。チキ会は私は24に取りますね。オープンでもクローズでもいいのが好きです。うまいですね。チェキー、白目お願いします。白目はさすがにツーショットは無理やけど、お話し会とかだったら、お話し合いしましょう。それはさすがに。お話し会幕張で初めて遊南レーンに行こうか迷ってるな。もうそれはもう迷ってるなら申し込まなくて後悔するより申し込んでくれたら嬉しい。ちょっと初めまして挨拶しに来て、一回挨拶しに来て。強制これは。じゃあ迷ってるなら強制です。
こっちも会いたいからね、みんなに。だってさ、みんながさ申し込んでくれないとさ、私は話せないんだよ。こっち話したいって思ってるけど。そういうことで説得力がありましたか今のは。きゃー、あと11分で私の遊覧タイムが、遊覧タイムなんですよ。10時ギリギリでいつも焦ってます私は。うわー、就活頑張ってください、卒論頑張ってください、ほんまに頑張ってください。もう辛いの頑張っ、もう私の友達もね、就活がもう就活やばいって言ってるからわかる。頑張って。赤チェックユーナの衣装が持ってみたい。ちょっと赤チェックの衣装じゃあ決めておくちゃおう。オッケー、赤チェック。もうね、めちゃくちゃ写真撮ったけど載せられてないんだよね、全然。たくさん写真を撮ったんですよ。もう一生着れないだろうって思って、もうめちゃくちゃ撮った写真。広島本当楽しかったよ、めっちゃ言うの見やすかったからずっと見てましたね。そう、お母さんにも言われたんよ。おばあちゃんもう見やすい位置にいたから見つけやすかったって。お話し会お互い変顔でお話しようね。やばい、音符マークやばい。もし挨拶行ったらゆいにゃんに報告とかない？ないですよ、プライバシーは守ります。全然何々さん来たよとかいう話はしないですね、私は。大丈夫ですよ。してくださいって言うならするけど。今の立ち位置が真ん中多くて嬉しかった。そうやって気づいて言ってくれるのも嬉しい。ありがとう。嬉しいこと言う。嬉しい。ウェーマンかわいい。ありがとう。ユーナンタイムは、ちょっと内部情報。お話会何枚追加で申し込むか迷ってます。じゃあ私も悩むけど、とりあえず明日までかな、今回の締め切りは。だからぜひぜひね。え、赤チェックかわいいよね。ドリーミングガールズ。もうそこもちょっと明日なんですか。ちょっとついに来てしまった僕の太陽公演だって。私今日寝たらもう明日待って、明日ですね。いやーっていう感じで、何頑張ります。明日の当日券あるので皆さん来てくださいね。プライバシーを守る言うのは3期では珍しいけど信じますね。3期では珍しいよ、誰々来たよっていうのは言いません。だからぜひぜひ浮気しに来てくださいね、皆さんも。お話し会とかで、オンラインお話し会とかでしたら絶対にバレないので。で、そうやっても私のファンの方がそうやってなんかバレないんだ、ふんふんって思って、他のこのオンラインお話し会で浮気してる、まあそういうちょっとメンヘラ発言もうやめます。もうあと6分しかない、ちょっと待って。
ちょ、あと6分待ってください。いや、あと3分。画面の明るさ、この画像の明るさとか、私めちゃくちゃこれ気にするからさ、ちょっと助けてほしい、ほんまに。色合いとか意味わからんぐらい気にするから。スクショ撮っていいかな、一瞬一瞬可愛く撮ってください。悩んでたら明日の1時までに申し込みするの忘れそう。あ、そうよ、今申し込み、ゆうなのお話し会申し込み悩んでる方はもうぜひ今ですね、明日の1時までだからね。そう、ごめんなさい、血から。あ、そうなの、私にも会いに来てくれるってことだよね。明日寝坊したらごめんね。開演何時だっけ開演何時だっけ6時。あ、でもまあ寝てるかもしれない。あ、寝坊しないで。私も寝坊したらごめんね。こっちもごめんね、寝坊したら。石原への休演のお知らせとかなっちゃうから。際どい写真撮れてる、これポスト禁止案件。禁止案件ですね、際どい写真はでもありがとう、たくさん亀子さんのお写真。ちょっと待って、あと4分だった。ちょっとショールームもしたいんですよ。ショールームはしてます、ショールームしたいんですよって言って、ショールームはしてます。とりあえず明日の準備します。ペライトはちなみに何色に振る予定ちなみにペンライトは何色に振るご予定だったりしますか。ちなみに私は白と薄ピンクなんですけど、薄ピンクちょっとよく分かんなかったら白とピンクで全然大丈夫です。メイライの大好物です、ありがとうございます。最近はメンヘラを直そうとしてるんですけど、結構まあ生まれた時からメンヘラなので、こんなに可愛かったのか、そうやって言ってくれて嬉しい。え、あのなんか画面の明るさとか、なんか画面がはっきりしてるとか、そういうのがめちゃくちゃ気になっちゃって、色合いを調整してますね、いつも。やばい、未来の果実が頭の中を駆け回っている。そういう場合じゃない、あと2分ですよ。っていうことはレイダウンの皆さん大好きレイダウンの立ち位置も変わるっていうことですか。かもしれません。くしゃみが出そうな確率 30% 収まった 10% に出ません。ちょっと待って、あと何分あと何分ちょっと待って、あと何分ですか。え、待ってログインチャンネル、待って、ログインチャンネル、違う違う、
大丈夫ですよ、皆さん安心してください。まだ全然間に合いますから、任せてください。全然任せてくださいね。間に合いましたね。ちょっともう少しあの内容のあるメールの文章を送りたいんですけど、それは僕の太陽公演が終わったら結構落ち着くんですよ。それからちょっとあの送りたいと思います。たくさんたくさん、ちょっと待ってください皆さん。メールの遊んでいい、みんな優しい。あ、ほらありがとうございます。白かけるスピンかけるピンクの3色はまた違うになっちゃいますね。白とスピンクです。でも 4本持ってたら白薄ピンク白薄ピンクで振るのもいいかもね。たくさん持ってる分だけ偶数だったらくれたら嬉しい。レイダウンはユーナン一番衣装、自分の中で一番自分の衣装が可愛いと思ってるから、レイダウンは衣装お気に入り、ほんまにお気に入り。あれめちゃくちゃ可愛い、みんなに可愛いって言われる。ユーナンのレイダウンの衣装はだから嬉しい。くしゃみの確率を実況されたの人生初。収まっちゃった。リーチとユーナンの MC も変わるのかなね。それなんか意外と好きって言ってくれてる方多くて嬉しいんだよね。ちょっと 5分になったら男女読んで終わりたいと思います。ピンクっぽい紫じゃダメですか？え、もうなかったらピンクと白で、ピンクに一番薄ピンクに一番近い色と白ですね。ユナの一番も皆さん準備して、タオルも準備して寝ましょう。もう終わります。ウェマンかわいい、ありがとう。明日8本持っていく。お誕生日おめでとうございます。ほんまに安部さんおめでとう。じゃあ僕とはいけないけど心の中で応援してる。ありがとう、嬉しい。レイダーのセンター、そうポジション変わってない子もいるかもしれないし、ごっちゃになってますね本当にね。今年も浴衣着させていただけるなんて嬉しい。リッドの MC は手つないであげて、なんかそれみんなに言われるけどさ、それ なんだどういうこと。ノーミオンにも言われたんだけど、リエチの MC、リエチと手つないであげてって。明日頑張ってね、配信、あれ配信ありがとう。マークさん食べてありがとう。カメリアケイさんファイターありがとう。さあ明日の MC 意外なんよね。ワさんありがとう。今年のディフェンスの衣装が最高です。ふんふんいいこと聞きましたね。テレテンテレテンテレテン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 。ねえ遠かったらね配信になっちゃうねやっぱり。でしょ、ユナのレイダンの衣装マジで可愛いでしょ。
ちょっと明日ここの足さ、ほんまにいい加減にしててぐらいさ、さっきさメイクポーチがさ全部逆さまになって大変なことになったからさ、ちょっととりあえずさ明日のメイクポーチだけ準備して配信終わりたいと思います。これ配信終わっても結局一人で準備するので、みんなで準備をしてから終わろうかな。ちょっとこのひらひら気になるから、ありがとうございますミラーボール。明日の準備をしなきゃいけない。ミキヤ君ありがとう。カタさん結婚して無理。マクさんも結婚無理。ありがとう、ありがとう無理。皆さんユタリアズ好きよね。ありがとう。あ、やっぱ上マンだ。ありがとうよ、いつもおらんくなったミラボール。これで BAN されることはないので、ありがとうございます。ほんまにいつもありがとう。リンゴさんに鍛え上げられました。ちょっと待って、もうちょっとメイクポーチの準備をして、え、明日のさ髪型さ、別にさみんなの意見を参考に、もうさ自分ではちょっと決まってる、嘘、決まってないかもしれないけどさ、みんなのちょっとみんなの意見も聞いてみたくなったから、どのような髪型がいいと思う？明日僕たちに、あの参考とかそういうのではなくて、あのちょっと気になってみた。え、待って、これ閉まってないよね、ちゃんと。もうお願いだからさ、こうやって固まりますから、ちゃんとマスカラは閉めてくださいよ。もう固まって使えなくなっちゃいますから。前髪なしは絶対無理。前髪なしは絶対無理。ポニテ熊さんヘア高めツイン、え、高めツイン、もういつかいつかはやりたい。いつかいつか熊さんヘア、熊さんヘア、ちょっと私は可愛すぎるかなとかちょっと思ったりするんですけど、大丈夫ですか？触覚なし、触覚なしにしたら、待って、もういちいちみんなそうやって言ってくれてるのに、ちょっと私も個人的なのがありまして、触覚がなしだったらちょっと前髪なくなっちゃうんですよ。ミラーボールありがとう。手が震えて当たったとかそういうのではないですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。ほっ、明日、そうなの？お湯の T シャツ？明日の髪型、明日の髪型何でもできる。マスカラは固まりますからって言ってた私。そんな意識をしなくても面白いダジャレ、親父ギャグを言える言うな、素敵です、ほんまに。やっぱりありがとう、ウェマンミラーボール、サインちゃんありがとう。三つ編みはしてほしい、サイドポニー
サイドポニー。なんか僕の太陽光の演奏、ツインテールとかポニーテールとか私結構好きなんですけど、背中とかあのこの辺とか結構ガバって開く衣装が結構多いからさ、結構まとめ髪とかにしたらセクシーになっちゃう。ヒロさんありがとう。ポニテールお似合いです。嬉しい。あ、これちなみに半袖だからね。これ半袖だからね。ユナのダジャレより言い方が好きな。え、ダジャレ？マスカラ固まりますかなっていうことですか。ありがとう、みんな髪型教えてくれて。ディフェンスの衣装とか結構ねセクシーですから。高めより低めずに好き。え、高めツインでもやったことないんよね。でもみんな3期にめちゃくちゃユーナンは高めツイン見たいって言ってくれる子が多い。3期は一番自分がさ、メンバーに結構さ、髪型何しようってみんなに聞くんよ3期に。そしたらみんなに高めツインって言われる確率が一番高いですね。結構ハードルが高くて、高めツインは。え、お団子したことない。普通にプライベートとかでもない。お団子やったことないけど、浴衣とかの時やりたいな。お団子、お団子はやったことないんよね。セクシーなところがユナンの良さだと思う。ユナンセクシーだったっけ。セクシー枠でいいの、ほんまに。え、本当に本当にどうしよう。明日、いや、もうしよう。よし、終わりそう終わりそう。今日はたくさん練習をするんですよ。どうしよう、このパウダーを持っていきたいけど、このパウダーを持っていったら、まあいっか、持っていこう。終わりました、準備が。明日のメイクの準備は終わりましたね。タンタさんありがとう。高めつない松本桃奈さんね。松本桃奈さんめちゃくちゃ可愛くて大好きです。私もお顔が天才ですね。昼休みさんありがとう。自分では何枠、3期のってこと。何枠、何枠なんだろう。もうセクシー枠は大丈夫です。あの3期にはいるので、森末姫奈という方が。あ、メールの写真可愛すぎる。みんなそうやって言ってくれて、みんなメール撮ってくれてありがとう。明日は自分メイクです。でも髪型は やっていただきます。ありがとうございました。たくさんなんか長引いちゃって。明日は僕の太陽公演当日券もございますので、ぜひ来てくださいということで、明日来てくださる方はユナのペンライトとタオルとうちわとスケッチブックを用意しましたか。たくさん寝て会いに来てください、楽しみですっていうのと、急に終わるやんって思った人はショールームのフォローお願いします。はい。
頑張ります明日。あ、そしてお話し会も受付中です。6月22日はもう締め切りが迫っておりますので、早めにぜひあざと枠、絶対あざと枠、ワクワク、ワクワクこの後は夜行バス、夜行バス、寝てくださいね、たくさん。ありがとう、僕と走ってみる、ありがとう。木の実役やばい、面白キャラ枠ちょっと違うかも、ダジャレ枠でもない。肌白いよね、 ありがとうございます。肌白いです、肌白い枠でお願いします。3期で一番肌白い枠だと思います。それでおやすみ、ちょっと誕生日見ます。夜行バスで言うなと隣の席になりたいです。もうどういう確率だろうね、それはすごすぎる。それはお終わります。サインチさん花束ありがとう。12位じゃないや、13位、キリンジさんありがとうございます。12位ションちゃんありがとうございます。10、変わってしまったよ。13位ションちゃんありがとうございます。12位タイピーエンさんありがとうございます。あ、お話し会どうしたんだろう、結局追加したのかな。皆さんぜひ明日までです、申し込みが。11位サインチさんありがとうございます。10位オーズアットナさんありがとうございます。9位ゆういちくんありがとうございます。8位やすべえさんありがとうございます。7位ひろさんありがとうございます。6位ひるやすみさんありがとうございます。5位マカットおつまみみんさんありがとうございます。4位カミリアケイさんありがとうございます。3位あわおさんありがとうございます。そして2位ヨッシーゾンビさんありがとうございます、ありがとう。そして1位は上マンありがとうございます、ありがとう。ミラボールありがとう、たくさん。ありがとうございました。よく話脱線するよね。そうなんですよ、癖ですね。トニさんファイトありがとう。ありがとう、おやすみ。寝ないけどね、バイバーイ。みやこうちゃんさんありがとう。脱線こそが醍醐味だって、ゆうなの醍醐味です。おやすみなさい。お話し会の受付、ツーショット会のお話し会は明日までです。ぜひお待ちしてます、バイバーイ。僕隊も明日当日券ございます、バイバーイ。